はい、どうも、翔太です。今回もですね、ウォルフ波動講座ということで、ウォルフ波動についてね、初心者トレーダーでも、分かりやすいようにしっかりと丁寧に解説していきたいなと思います。一回見てね、満足するんじゃなくて、最低でも3回ぐらいはね、見直してほしいなと思います。そうすることで、1回見て分かんなかった部分が2回目でこうより分かるようになり、で3回目でもう明確に分かるようになってくるみたいな、そういうこともあると思いますんで、なので最低でも3回ぐらいはですね、時間空けてもいいんでね、こう見返してほしいなと思います。はい、というわけで早速解説していきます。今現在表示させているこちらのチャートはですね、ドル円の1時間足になります。ドル円の1時間足で、ですね、この箇所ですね、この箇所で、ウォルフ波動が、実は作られております。で、ここが1点目になるんですけど、ここを1点目としてカウントできるかできないかっていうのが、今回の鍵を握るというか、で、ここで窓を開けてるんで、こういう上昇の波として、捉えてしまうと、ここを安値というか1点目として捉えることができないわけですね。要はつながっているというふうに、捉えて、しまうとですね、当然、こういう上昇波として見てしまうわけですから、この安値からここの高値までのこういう上昇の波として捉えるわけなんで、当然ここ1点目としてカウントできないですよね。要はこれ窓は開いてるけど、ここに透明なロウソク足があるみたいな、そういう感じで考えちゃうと、ここを1点目としては捉えられないと。なので結果的にこのウォルフ波動に気づけないってことですね。なので、このウォルフ波動の決め手というか、さっきも言いましたけど、鍵を握るのは、ここから新しく、相場が始まったんだというふうにこう切り替えることができるかできないかっていうところですね。なので、ここを1点目として捉えられるか捉えられないかっていうことですね。ちょっとこう結構応用的というか、特殊なパターンですよね、今回のこのウォルフ波動は。で、ここは1点目になります。1点目、ここね、1点目と。で、ここは2点目ですね。そして3点目がここ。そして4点目がですね、ここですね。そして5点目がここになります。もう一度カウントしますね。1点目がここ。で、2点目がここ。3点目がここ。4点目がこちらですね。5点目がここ。で、実際にですね、ラインを引いていくとですね、まず一番肝心な14ラインですね。14ラインがですね、このように引くことができます。で、この14ラインにですね、タッチしてますよね。なので、このウォルフ波動はしっかりと機能したと。いうことになります。で、続いて、24ライン引いていきましょうか。24ラインはこことここですね。24ラインというふうに引けます。で、この24ラインをですね、ブレイクして、リテストを、かけてきた、こういうところでね、買いエントリーするのが結構いいタイミングかなという感じですね。で、続いて135ラインですね。この135ラインを一直線上に結べるかどうかっていうのが鍵を握るんで、1点目をまずここにやって、で3点目ですね、3点目をですね、
このひげ先にしてしまうとですね、ここが、合わさらないと。なのでこれ、ウォルフ波動ではないんじゃないかと、これはウォルフ波動ではないんじゃないのかなというふうに、これを見てね思ってしまう人もねいると思うんですけど、ここは応用を利かしてですね、ひげじゃなくてこう実体にね、実体にこう合わせてやると、3点目 あの実体のところに合わせてやると、5点目がこのようにですね、綺麗に決まってくれます。で135とね、この一直線上に綺麗に結べるということになりますので、まあ、この3点目のここですね、これを応用を利かせることができるかできないかっていうところですね。これはひげにばっかり こだわってしまうとですね、このラインを合わせるときにね、ラインを合わせるときにひげにしか当てないと、ひげに当てることこそが正解だみたいなね、そういう極端な考えしか、持てない場合、要は柔軟な発想ができない人はですね、ちょっと微妙ですよね。うん、なので、こういう裁量判断というか、裁量スキルっていうのをですね、レベルアップしてほしいなと思いますね。うん、だから時にはこの、ひげに当てるんじゃなくて、こうひげで実体に合わせてやると。そうすることで、正解が見えてくるっていうこともですね、多々ありますんで、これは覚えてほしいですね。というわけで、135とね、この一直線上に結べるということで、135ライン完成と。で、さっきも言いましたが、その後こう、上昇していってですね、この24ラインをですね、ブレイクして、でここで、リテストをかけてきたところで買いエントリーで、利益確定するポイントはもちろんこの14ラインですね。この14ラインにタッチしてきたここですね。なので、ここからここまで取れるのかなという感じですね。うん、結構取れますね。ただちょっとですね、この間がですね、ちょっともったいないなって感じですよね。うん、この5点目つけてからのこの上昇ですね、これを見過ごすのがちょっともったいないなというふうにもね感じますので、そういう方はですね、例えばですね、ここに、こんな感じでね、ちょっとかなり急ですけども、一応このように切り下げラインをね引くこともできますので、この切り下げラインをですね、突破してきた、こういうあたりでね、突破してきたこういうあたりで、買いエントリーすると、より早くね、エントリーできますので、ここからここまで取れるかなって感じですよね。だから結構、利益ですね、利幅はかなり変わってきますんで、利益をねたくさん取りたいなっていう人は、こういうやり方もありますね。ここでこの切り下げラインをブレイクしてきたここで買いエントリーと。ただでもその優位性がですね、優位性が高まってくるのはこの24ラインですよね。この24ラインをやっぱりこう、ブレイクしてくれてからの方がね、断然優位性は高まってくるんで、勝率を下げたくないと。利益を少なくしてもいいから、とにかく勝率は高めでいきたいと、高勝率で臨みたいという人はですね、この24ラインを、ちゃんとブレイクしてからこういうところで、買いエントリーした方がいいですね。その代わり利益は少なくはなりますが、これがスタンダードな考えですね。でも勝率を落としてもいいから、とにかく、利益は多めでいきたいという人はこういうふうに、ちょっと急な
トレンドラインになりますけど、こういうふうにこう切り下げラインをこう引いたりとかして、でそこをブレイクしたこういうところで、まあ、買いエントリーして、まあ、ここからここまで取るみたいなね、うん、でまあその利益確定ポイントなんですけど、この14ラインにまあそのタッチす、あのタッチして利益確定するっていうのがまあ一番望ましいんですけど、まあここまで、待てないという人もまあ中にはいらっしゃると思います。うん、まあ、待った方がいいに越したことはないんですけど、まあ、我慢できないっていう人もいると思うんで、最初の方はね。うん。なので、そういう場合は、例えば、まあ、ここでね、買いエントリーしたら、この4点目となる、ここですね。まあ、ここまで、来た、上昇してきた、まあ、ここら辺ですね。うん。まあ、ちょっと水平線引きましょうか。まあ、これ4点目ね。4点目までこう上昇してきた。このタイミングで、まあ利益確定してもいいのかなって感じですね。ただ、まあ利益はまあちっちゃくなりますね。もしくは、この2点目となるここですね。この2点目まで、2点目となる、まあこの高値ですね。ここまで上がってきたところで、利益確定するっていうのもまあ一つの手ではありますね。ただ今回は、ここまで待つんだったら、この14ラインまで、まあ、目前なので、まあ、この14ラインタッチまで我慢してもいいかなっていう感じではありますね。うん、まあ、そんな感じですね。で、まあ、ウォルフ波動はですね、本当に、使いこなすことがね、できるようになるとですね、本当にね、優位性の高いトレードがね、トレードができるようになってきますんで、必然的に勝率も、上がってくると思いますし、で利益もですね、多く取れるように、ね、なってくると思いますんで、まあ、ウォルフ波動はですね、ぜひ、使いこなすことがねできるように、なってほしいなと、強く思います。はい、今回のね、動画がですね、もし、参考になったらですね、この動画の、高評価、そしてこの YouTube チャンネルのね、チャンネル登録などね、していただけるととっても嬉しいです。はい、というわけで今回の動画講座以上になります。ありがとうございました。僕の LINE アットではもっともっと役立つ革新的な奥深いトレードノウハウやロジックを教えています。また僕の LINE アットを友達追加していただいた方には FX の元手資金や勉強代を無料かつノーリスクで3万円から10万円ほど貯めることができる無料プレゼントを差し上げております。人によっては1ヶ月で40万円くらい貯めることも可能です。さらに LINE アットでしかお伝えしていない極秘かつお得な情報などもございます。この動画の下の概要欄に載せている LINE アットのリンクから